5以上の素数であるとき、P2 乗イコール1は6の倍数であることを示す。こちらは、いろいろなやり方があります。そのためにまず、様々なアイデア出し、この問題で見るポイントについて話していきましょう。注目すべきポイントは、まず、P が5以上であること。つまり、1から4では成立しない可能性が高い。また、素数ですよと。素数というのは、約数が2個であるもの。そして、P2 乗マイナス1。これは皆さんご存知の形だと思います。すぐに因数分解ができるのではないでしょうか。なので、5以上であること、素数であること、P2 乗イコール1。この3つを利用して、じゃあ6の倍数であることを示していきましょう。また、6の倍数を示すためには、2の倍数であることと、3の倍数であること。この2つを証明していくことが基本的な方針になります。なぜならば6の倍数判定法というものが2の倍数であることと3の倍数を同時に満たすという形になってしまっているので、いきなり6の倍数であることを証明するのは非常に難しいものになっております。ですので、じゃあ今回の問題について触れていきましょう。ではまず一つの方針からいきます。 P が5以上の素数である。ここによって5以上の素数で、じゃあここに入っていない素数が何かというと、2と3が今回の問題としては入っておりません。つまり2、3以外の素数ということになります。素数に関して、じゃあ2と3を除いた素数にはどのような特徴があるか、真っ先に浮かぶものとしては、ちょっと3が除かれてしまうのでちょっと異例になってしまうんですけれども、奇数であること。これは皆さん言えるのではないでしょうか。じゃあ奇数であることっていうのは偶数ではないよ。さらに当たり前ですけれども、5以上の素数に関しては3の倍数でもないんです。つまり2と3の倍数ではない。これが今回必要になってきます。P2 乗マイナス1を因数分解していきます。P マイナス1。P プラス1。では、P を、先ほどの偶数であることを示したいので、P イコール 2M-1。こちらを満たすことができます。もちろん全ての M に対して成立するわけではないですけれども、P は奇数であることから 2M-1 と表すことができます。すると、この P2 乗マイナス1に、この P を代入すると、p マイナス1、p プラス1。p のところに 2m マイナス1を代入します。2m マイナス1、引く1。2m マイナス1、プラス1。2m マイナス2、括弧 2m。すると展開していくと、このように、2括弧、2m2 乗マイナス、2m でくくる、2でくくることができます。m が自然数であることから、この 2m2 乗マイナス 2m。こちらに関しても、整数になる、2m2 乗マイナス 2m に関しても自然数になることがわかります。つまり、ここの部分で 2× 自然数の形になるので、この p2 乗マイナス1が偶数であることが示せました。では次に3の倍数であることを示していきましょう。ここで重要なのは、p は3の倍数ではない。と、p は3の倍数ではない。ので、3l プラス1。もしくは 3L プラス2。ここではせっかくなので、先ほど学んだプラスマイナス1の概念を考えてみましょう。では P に 3L プラス1を代入したら P2 乗マイナス1はどうなるでしょうか。 P2 乗マイナス1イコール 3L プラス1マイナス1、 3L プラス1プラス1、すなわち 3L かける 3L プラス2になります。こちらは展開して3でくくってあげることによって、3括弧 3L2 乗プラス 2L という形になります。こちらも 3L2 乗プラス 2L の部分が自然数であることから、P2 乗マイナス1が3の倍数であることがわかります。続きまして、では次に、余りがプラス1ではなく、マイナス1の時も同様に考えていきましょう。p イコール 3l マイナス1の時は p2 乗マイナス1イコール 3l マイナス1引く1 3l 引く1プラス1になります。こちらを展開し、計算し、展開、
そして3で括ることによって3括弧3への2乗マイナス2やるということがわかります。こちらも同様に3の倍数であることが示せます。つまり P が5以上の素数であることから2の倍数ではない、そして3の倍数ではない、こちらを活用することによって実際に2偶数であることと3の倍数であることが証明できました。